新平家物語第269回講談社吉川英治歴史時代文庫より朗読は城春彦です夕花どうしてこんな家族的な待遇を時忠が自分へ示すのか苦労には分からない別に考えようともしなかったおそらくはいずれ首切るものなればと不憫に思うてのことでもあろう ただそんな思いが胸をかすめる。さもあらばなお遠慮はしまい、昇進よと笑われてもつまらない。継がれれば灰も受け、箸も気取りげなく動かした。ほほほ、九郎殿も生地焼きや焼き栗などがお好きと見えるの。夕花やゆかり子と同じように。卒のねは若い者の思考の掃除をそう言って笑った。 そして自身の横にいる姉妹と苦労を見比べたややなずんできて苦労も夕花の眉がやっとまっすぐに見られだしたきれいな姫君よとひそかに思ったこの世この二人を初めて愛見させた食の陰にはまだ誰にも姿を見せない未来の運命がそっと隠れていたのである やがて自永四年の壇の浦合戦の直後元軍の大将としての義経が都に凱旋してから時忠の球技を思い自分の歳出へ迎えた一女性は実にこの姉姫の夕花であったのだ。そのため 鎌倉の兄頼朝がわざわざ義経の妻にと関東から選んでよこした川越太郎重頼の娘をついうとうとしくしたために頼朝から異端視される一員ともなった女性こそ夕花姫であったのである。がそれらは後日の話で「食行はいかに明るくても人々には食が宿している未来の影は見ることができない」。 寸前の風も明日のこともわからない。わからないためにまた人の世のそよぎは楽しいのでもある。夕花は苦労の視線に合うとまばゆげにまつげを伏せ、慌てて母のそばへ身をすり寄せた。まあ、何ですのこの子は。 卒のつぼねは十七にもなる夕花がまだうない神の目わらべみたいに甘える癖を許してすぐその膝も肩も与える品をするのだったそしてその品のまま九郎に向かい何かと話しかけていた九郎殿の母君は確か九条院に仕えていたお方でしょう その頃私も大験門員様に貸し付いておりました。まだ平時の戦の前でしたがあれが都一の美女よと常盤泥のお美しい姿を女院の身内で人に教えられてふと妬ましいような思いで見たことを覚えております。おでは昔の私の母を本当におきれいでしたと思い出せば。 あなたの見目のどこやらも常盤殿に似ていらっしゃる。お母様と夕花はそっと袖を引いた。そんなお話はおよし遊ばせよ。九郎殿がにわかに差しうつむいて涙をこらえていらっしゃるではありませんか。時忠は夕花の方へうなずいてすぐ話の気を変えた。九郎殿。 しばらく道の区の藤原秀衡殿のもとに係かかうどとなっておられたとかそうです秀衡殿は彼の地の陳寿府将軍一生を託する二たろうに何で離れたのかつい世間見たさに諸国を見物にか <laughs> そのうちに源氏の廃物に取り巻かれたというわけだぞいや源氏の果てなどを知れた数です 賢い者のしかるべき男なら皆平家に随心しておりましょう。自分の過ちは、カタダの将へ足を踏み入れたことでした。なるほど。カタダ族に利用され、いかだちの主と祭り上げられたか。したが九郎殿。もしとただが御変を許すとしたら、御変は次にはどこへ行くぞ。鞍馬へ戻って、僧になるか。 苦労は沈黙を置いて答えた「嫌です」「そうにはなりたくありません」「蔵前も戻りません」「では秀平殿の国へ帰るか?」「ええ」と明るさを口元にほころばせ「なろうことなら平泉へ立ち返り彼の地にあって生涯をことなく過ごしたいと思いまする」「せっかくな秀平殿の情けも無にし無断でただいつの日かは帰ります」と書き置きして出奔したままですから。 衣装を置いて無断で出たのか。定めしい秀平殿にはご立腹と思われますが、以後は再び道のくの考えより一歩も出るとお詫びして。が、もしまた、時忠は眉を閉じた。どうしても御身の一命が赦免されるという場合はお尋ねの意味がよくわかりませんが、歯に絹を着せずに言おう。どうぞ。元より御辺は、 一命はないものと覚悟してこれへ来たものと思う。はい。けれど死にたくはあるまい。死にたくはございません。正門表が実行されれば平家にとってその功は大きい。功に免じて一命を助け取らせてやれぬこともないが、とこれはただ時ただ一存だけで考えてはいるのだ。 しかし蝶の下官をはじめ落中の噂にもなっていることかつは誰よりも福原の入道小国の見許しをも得なければ愛ならん苦労はしらじらとした面持ちで聞いていた何か人とごとのような気がしないでもないけれどさっき不用意に卒の局が言った母の話に思い当たると急にまぶたは熱いものに浮き漂よった 会いたいいたたとと思思う。う。行きたいと思うそして小花の脇をびくとさせた途端に顔中はざっと涙に濡れてしまった「嘆かいでもよい時忠はつい慰めた」それは苦労を見て共にもらい泣きしている夕花と妹のゆかりへ父が非人情な男でないことを知らせたいような言葉でもあった。 一応、正門の写しを小国の御もとへ差し出し、後からまた時忠自身が上申書をしたためて、除名の見許しあるよう努めてみる。かつては義朝殿の忘れがたみ三名も、あの頼朝という一子までも助け取らせたほど、時忠にも増して大原な清盛公のこと。多分は寛大なお指図があるものと思う。だがそれには、 九郎殿が再び鞍馬へ帰るとか、社紋に入るとか、良い条件を申し添えれば、なお上々と考えるのだが、鞍馬に刻んの心にはなれません。たとえ遠くも、帰るなれば道のくえ。とにかく、ここ量産日の間よ。何かのお沙汰が下るであろう。まあ、心静かにお待ちなさい。庄司いずれになろうと、今は心残りもありません。 分けておうちかとの温かなお情けなど身にしみて片付けの思うておりまする福原からの返し文書は三日目に来た「助け置くべからず」という内容であった除名の余地は十分にあると時忠が考慮のうちに数えていた「道州平定の公」とか「洛内の治安の良化」とか 苦労が示した真偽とか、そういうことは一切無視され、ただ、近頃不穏の巧みありと聞こえる亡き義朝の意志、元苦労義経と、それだけが重大視されていた。表議の模様を使者に正すと、小国はこのところとかくお体が悪く、周半は福原在住の一族間で議決を取られたものとある。時忠は再度早馬を立てた。 もし苦労を切るときは英山の道州は再び騒ぎ出すであろうということ、落中の物価・物資の乱脈も避けがたい冒頭や不定をきたし、諸国の不作や公税の悪状況と一つになって、休民たちの間にどんな飢餓状態が起こるかわからないという憂い。 ひいては盗賊や放火沙汰も後を絶つことはなかろう不祥たらも治安の職に尽くしてはきたが以後は到底自分の力では自信がない誰か余人をもって代理教の職に干せられたい彼は清盛へ宛てて直接そういう書簡を送った少しむかっぱら文句のところもあった折り返して清盛の視察が来たなるほど 病中の筆と見え正気がなく文字も短かったいかだちの悪とが砦での頭残不残の儀職に照らしいつに今日が裁判にあんなれ移植す弾を取って迷うなかれ後日のために閉承国任せるという意味である時忠はよしと思った腹は決まったけれど こう手間取った数日の間にこれを聞き知った平家部内の金立原が「時忠殿のそぶりこそけしからねえ九郎義経と明白なる源氏の末を助けらんなどと小国へ小をもって迫るとは何事か!」。非難は直接にではないが蝶の下官をついたり車王子の邸へ来て時忠の家人を動かしたり生ぬるい反対ではない。 同族常森のこの常とし、範森のこの範常、また忠則だの助森だの、そういった一連の若者が聞かないのだった。一概に平家の金立ちとはいえ、彼らとて弓矢を忘れ去ってはいない。近年の悪情勢や先頃の山攻めの惨敗などから、かくては平家のすだれと、六原あたりの屋敷には帳場や八重なりが盛んになってきたこの頃のことでもある。 中には時忠へ面談をし、直にその日を述べたてに来た者も,もあったが、議論となっては時忠に歯の立つ者はない。しかし時忠はそういう人々へも利子を説いて聞かせるばかりでなく、決して自分はまだ九郎殿を助けるとは言っていない。小国から職に照らして行えとの仰せを受けたまでのことだ。資材か怨るかも決めてはおらん。 国すら時忠恵御一人あったことまあこの時忠えお任せおき願いたいと付け加えて言うのを忘れなかったせっかく道州の防衛や治安上の証拠を得ても六波羅の内部に新たな紛争をかもしては差し引き何もならないし原下の平家にとりそれもゆゆしい破綻と思われたからであるこういう場合 忠の目で平家無内の波状を冷静に見ているといつでも自局の外に無表情みたいにしているのは池の大納言頼り森であった入道小国とは母違いのあの義弟一人が妙に取りすましているそのくせ悠々と車をやっては宝珠自伝の御所通いだけは欠かさない頼盛なのだ 見方によってはいちいち法王の御連の辺りへ何かの報告に精打しているのではないかと疑われるほどである時忠にはなんとなくそう見えてならなかった形式だけではあるがともあれ苦労の身を囲いへ取り込め見張りの武士をつけさせてから10日余りはもう過ぎた助の高さも進通して車王子の邸へ来てはご処置はまだ決まりませんか と、折々時忠の眉を伺った。俺の腹とな。吐き出すように彼は言った。時間たるもののくせにわからぬのかと言いたそうである。どうご決断をまだ言うかと、めんどくさい顔をして、切るさ。切るしかない。お切りになりますか。だがな、高さ、平家のものの手では切れぬぞ。わかるか もとより山の道州が怒りましょう。落中にはまたぞろ、ラッパの出没も。が、切らねば同族の金立腹が収まるまい。今、うちわで我を見せたら、何が勃発するか知れたものではないからな。平家の期待、昨今ほど微妙な時はない気がする。高さの憂いは同じだった。 再び落内不安や道州に暴れられてはたまらないと思う。苦労を切れば避けがたいそれが、たちまち剣道朝来の行走のもとに都を暗黒に包むであろう恐怖を時忠以上にも抱いていた。切らねばならぬし、さりとて平家の手では切れぬとの仰せはいかなるご処置をお案じなのでしょう。高さにも推察つきかねまするが。 ここ二三日の迷いはそれだった。しかし、今はそんな迷いに暮れている時ではない。万端の用意すぐ取り運んでくれ。あ、仰せつけとあれば。今宵、九郎殿を話してやろう。いずこへなと、恩国へ立ち去りたまえと。では、さようにご決断を。いや、待て。 それも山の同衆たちへ自然噂に聞こえるように、花々と別れの宴を開いてのこととする。一歩ここを出た後は、クロードの自身が選ぶ運命の手に委ねる。これなれば三門の同衆とて平家に意志を言い立てるわけに行くがいい。けれど、諸家の金田秩衆が仏義を言い立てて収まらぬことは同じではございませんか。いや。 平家でない人間の手を持って苦労を切らせるゆえ同じではない。えっ余人の手で高房、誰にも漏らすなよ。否定だこれは。高房は背をかがめた。時忠が目で招く顎の下へ恐る恐る耳を寄せていった。高房の襟首から頬へ注ぎけ立つような色が這いのぼった。ぎゅい、かしこまりました。 いかにつらそうに答えて高房はそばを離れたその姿を置き捨てて時忠はもう邸の牢をさっさと彼方たへ行ってしまった蝶の時間として長石に接触していた高房の目にも時忠の後ろ姿がこの時ほど冷たい人怖い人そして底知れぬ人と不気味に見えたことはなかった